はい、北野です。今日はですね、ハンドメイド講師専門の、集客コンサルタント、堀内克実さんが、インスタグラムで、LINE にですね、240人無料集客、59万人売り上げを上げた、具体的にインスタグラムの投稿のね、気をつけるポイントをね、僕が解説していきたいと思いますので、ぜひ最後まで、ね、見ていただきたいと思います。で、この堀内克実さんなんですけど、もともとハンドメイド講師をされていてですね、まあ、有形商品は売れていた、だけども、無形商品で、ね、今後ハンドメイド作家さんに向けた集客のコンサルを販売していきたい。でもその売り方が全然わからないということで悩まれて、全然売り上げ上がらない状態から、インスタグラム2000フォロワー集め、月賞で59万円をね、達成するまでに、具体的にどういうふうにして、いわゆる2000フォロワーって少ないフォロワー数であったとしても、そしてインスタ映えをせずに売り上げ上げた、その秘訣っていうのをお伝えさせていただきますので、ぜひ最後に見ていただければと思います。まあ、基本的にね、かずみさんのインスタグラムっていうのがね、まあ、こちらになるんですけども、まあ、決してね、フォロワー数ってのは多くはないですよね。多くはないんですけども、1投稿あたりね、大体まあ、200いいねとかっていうように、大体まあ、フォロワー数のね、10人に1人反応してくれる、結構エンゲージメントの高いですね、アカウントになっております。で、実際、堀内さんの場合は、まあ、インスタから、まあ、ここのリンクを飛んでですね、ご自身の LINE 公式アカウントに登録してもらう。基本的な全体としては、インスタにまず知ってもらって、そこからまあ、LINE に登録してもらって、LINE アットの中で配信を読んで、より興味を持っていただいて、もう今すぐ堀内さんからコンサルを受けたいですという方に手を挙げていただいて、そのお客様に商品を提案していくという形で、まあ、しっかりとね、売らずして商品が売れていくような流れを作っているということになります。で、実際ね、かずみさんの成功のポイント、この3つですと。まず1個目、世界観が統一されている。2つ目、積極的ノウハウ公開。3つにタイトルということで、まず1個目っていうのが、このタイプ統一感ですよね。で、世界観っていうのは、その自分の意見であったりとか、もしくは色や統一するとか、いろんな側面があるんだけども、まあ、かずみさんの場合大きく分けて2点です。まず、列ごとにテーマで統一を分けているということですね。この列では基本的にこのデザインの、テーマで統一。真ん中はこれで統一。で、一番左側はご自身のハンドメイドの作品で統一っていう形でやっておりますと。なので、基本的に、ねまあ、列で統一するってやり方は基本的にやりやすいんじゃないかなと思います。で、2つ目はやっぱ色合いですよね。全体的に、例えばここだけどぎつい、青色だったりとかピンク色とかって使わずに、薄ピンクのパステルカラーで全体的に統一感を出していく、綺麗な、ね、アカウントになっております。このね、アカウントの統一感が悪いと、どれだけ頑張っても、ね、フォローされないとか、フォローバック率が悪いということになりますので、この統一感非常に重要です。2つ目、積極的にノウハウを公開しているという点です。かずみさんの場合は、投稿実際このアカウントとか売れっ子になるテクニックだったりとか、この投稿はイメージダウンになりますよ。具体的に、ノウハウ結構書かれてるんですよね。まあ、こういうふうに。実際、インスタグラムってこの投稿の文章もしっかりがっつり書いていただくと、やっぱ今の時代やっぱ読まれますので、ここはしっかり書いていった方がいいかな。例えば、インスタグラムの、ね、推奨サイズでいくらか知ってるっていうね、これ具体的に結構ね、ためになる情報。いわゆるフォロワーの人、皆さんがどの業種であれにしろですね、お客さん求めてる情報をしっかり投稿部に書いていくっていうのが必要になってきますということですね。はい。提案発信するテーマに統一性があるのか、3つ目、反応を見て投稿しているかとかですね、このインスタの投稿の3つのポイントっていうテーマについて、かずみさんね、その専門家として発信をされているということですけど。で、よくね、インスタグラムでノウハウ出しすぎると売れないって人多いんだけども、そうではないと、今の時代、ノウハウを先に出すことによって、手のひらを明かすことによって、そこからまず信頼してもらわないと、まず話すら聞いてもらえない。そういう時代になってきているので、まあ、今、ライバルが多い時代こそですね、しっかりと他社よりもノウハウを、まあ、たくさん出していくというのを意識してほしいなと。3つ目はプレゼンタイトルですね。これ何かっていうと、もうここです。いわゆる、このプレゼントあげるから LINE 登録してねっていう風なバーター取引って考え方ですよね。で、この LINE 登録してくれたらこのプレゼントあげますよ。逆にプレゼントがないと LINE というのは今じゃもう登録してもらえない時代になっているので、じゃあどうすればいいのか。いくら魅力的なプレゼントを作ったところで、そもそもですね、タイトルが悪かったらそれに価値を感じていただけないと。なので、このタイトルですね、例えばサイスクインスタ集客マニュアルブックとか、生産が集まるおうち集客の作り方動画講座とかですね、こういったタイトルをしっかりと作り込んでいただいて、ここをね、改善してテストしていきながらですね、反応が悪かったらまたタイトルを変えてっていう形でテストをしていくっていうのが非常に重要になりますので、まあ、かずみさんの場合大きく分けるとこの3つっていうのはね、結構成功ポイントだったかなというふうに思うので、まあ、ぜひね、参考にできるところはね、ぜひ活用していっていただきたいと思います。ということで、今日の動画参考にした方はぜひね、いいねボタン、チャンネル登録、また下の概要欄から LINE 登録いただいて、プレゼントをね、ゲットしてみてください。それではね、今日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。